あ、なんか来たみたい。カメラさん。あ、来てる来てる、マジ？来てるみたいだけど、なんでしょう。おおおおお。おお、でかい。でかい。ナイスサイズですね。でっかい。おお、やった。いいな。これ今日一じゃない？このサイズ。そうだね。20超えてるね。やったね。25ぐらいかな。あれもキープしよう。よっしゃ、記録。記録ですね。今回の今日の記録ですね。綺麗な色だね。そうだね。いい色してるね。引きの方どうでしたか？いや、引きすごかったですね。うん、強かった。面白い、これ。これがライトゲーム。楽しいです。ライトゲーム。ライトゲーム。ライトゲームですね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあ、最終に竿に反応があるみたいですね。当たってるぞ。当たってる。マジ？死ぬが叩いてるよ、おいさん。ノックしてる。5度目の正直、竹下かけることはできない。かけてほしい。5度目です。何度も言いますが、5度目。でも釣れたら勝ちだからね。5度目でも何度でも俺は夢があるぞ。お、めっちゃビビンしてるね。食ってる食ってる。ガブっていけ、ガブっと。じゃあ重くなかったらかかってた。そう、かかってますね。唇がついてる。唇だけを削ぎ取るってすごいですね。これ逆にすごい技術ですかね。ちなみにこれで何かわかります？これガクガクですね。ガクガク。チェナじゃなかったんかいみたいな。だからさあ、タケシやってきっと釣れるか。なんだろうか。満足。ちっちゃい。歯に再利用できる。そうそう、職人の技。餌に当たる前に合わせるってことですね、これが。すごいですね。感じ取ったんですか。はい、近づいてきたの。近づいてきた感じたの。ちょっとした当たると、あ、落ちた。これはリリースサイズですかね。リリースですね。チヌと思ったっすけどね。残念。チヌじゃなかったか。リリース。ああ、チヌなかなか釣れないですね。やっぱ簡単には釣らせてくれないですね。釣れないですね、チヌは。まずが試しに投げた瞬間ヒットである。ガクガクガク。一番出演率高くないですか？高いね、これ15センチぐらいかな。1投目で結構いい感じっすね。反応いいんで早っ。バンバンやっていきましょう。本日1投目ですからね。1投目でまさかのヒット。今日ずっとガイドしますから。そうですね。ありがたいですね。ちょっと満足したんでね。しかも1投投げて満足っていう。こっちはタチウオが釣れるそうですね。タチウオと他に何が釣れます？中央の他にもこっちなんか案外おじさんとか魚貝とかもいるんですよ。へ、結構海寄りの魚も入ってくるんで。あ、なるほど。結構いいですよ。チヌとか、はい、まあ、マングローブジャックとか川寄りの魚も、中央とか海寄りの魚も渡る場所なんで、ちょうど面白いですね。中間地点ですかね、はい、ここは。すごいな。どうすか、反応ありますか？まだなんか、いや、まだですね。でもちっちゃい魚いっぱいいるんで、なんか釣れそうですね。川と海の間なんで、なんかどっちの魚も釣れるみたいですよ。なるほど、サメ釣りましょう。じゃあサメ、サメ狙うはもうサメ行ってんの。僕の場合は金子さんヒットみたいですね。予測、え、ガク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 。あ、もう予測してますね。ガクガク。さあ、これでチヌだったら面白い。あ、ちっちゃっ。あ、ガーラガーラ。これガーラ。ちっちゃいメッキですね。これがメッキなんだ。はい、ちっちゃいですね。いいサイズですね。まあ、見事に外れということでね、はい、スクは。ガンガン釣っていきたいと思います。はい、お願いします。タチウオ、え、中央が切れてたの。タチウオいるんだ。マジ？うわ、タチウオだ、タチウオだ。タチウオいるじゃん。あー、タチウオだ、間違いない。あの切れ方はギザギザ。タチウオ特有のタチウオ切れですね、これ。タチウオ切れ、やられた。おいますね。メーターのタチウオってこれで上がるんですか？上がります。タチウオ自体も根に潜る魚じゃなくて、はい、バックしすぎなんで。だからまあ時間かかるんですけど、はいはい、ゆっくりゆっくり巻いていけば。歯が鋭いだけなんですよ、切る理由として。だから切られない場所を唇とかにかかれば全然ライトタックルでも上げる。タケシーのいいところ今日見てないな、あまりな。あ、大物かけたじゃないですか。かけた。かける能力あるんですよ。かける能力。上げる能力は誰ですか？なるほどね。かける能力あるんだよ。それだけでもいいだろうと思う。なんて切り気味っていう。争いだ。かけた人の方がすごいだろう。まあそうだね。どう考え、まあ、何もね、ないよりは全然かけた方がいいですね。坊主よりバラした方がまだ偉いだろう。偉い、確かにな。はい、バラすすぎて、はい、そろそろ切れてくるって。そういうことになりますね。なるほどね。勝手に切るときや。勝手に切るときや。まあね、さすがにみんなバラしますから、釣り人は。バラさない人はいないですよね。おめえの親戚死んだのかって言って。親で
でも死んだのかバラシに殺されたのかって皆さんこちら魚全部魚です。あ、本当だ本当だ本当だ。こちら全部魚です。ほらほらほら、ついてますね。魚、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 坊主っすね。ゼロ匹ですよ、うん、どうしたんすか。いつもの調子はどうしたんすか。今もう初めてやったんですけどねかかった瞬間みんな見たいんじゃないですか。以上です。そこは何も言わないですね。じゃあチヌが釣れると言われてる伝説のルアー、はい、パワーイソメ、パワーイソメ極太緑。あ極太の緑が一番釣れるっす。あ、マジっすか。あ、匂いもついてるんですね。そうそう、匂い付きでブルーベリーの匂いするんですよ。あ、なるほど。じゃあ餌に近いようなルアーというか。そうですね、はい。仕組み教えてもらっていいですか。うん、前回も一応教えてもらったんですけど、うん、これすごい仕組みです。まず竿を立てるんですよ。うん、そうするとどうなりますか。竿を立てたら、竿を立てたら、はい、糸がこうなりますよね。はい、で、重りはどこ向いてますか。重りは下向いてるんですよ。で、この重りの役目が、引きずってきて、はい、ガリガリガリって音も立てるし、うん、砂煙もあげる、はいはい、でこっちに砂煙がバーってできて、はい、まあ、リアル。そうそうそう、でそこを追っかけてきた魚がいい匂いがする餌がいるってことでパクってくるんですよ。あ、なるほど。だから結局こっちはそんなにシルエットはあの問わないですね、うん、もう砂煙とかこれが巻き餌効果なんで、うん、だから濁らすって意味でもやっぱり集魚効果十分あるんで。すげえ。そうそう、これだけで釣れますね。しかも匂いもあるからパワーソメ、はい、しかも針が横にやっぱ倒れないんで、うん、寝かかりもしにくいと。上と下で引っ張ってるから倒れないんですよね。はい、4丁ぐらいあるから、うん、しかも針先ちょっとワームに刺しておいたら、うん、もうなおさら根かかりしね。で魚は本当にかかるのと思うんですけど、魚は加えたらブチッと潰すんで、その時潰した時に針がむき出しになるんですよ、バンって。でこれでフッキングが決まる。浮かせかな。作詞ですね、完全に。これでパーフェクトです。ピタゴラスイッチですね、完全に。作り方動画やりますか。あ、そうですね、ありがたいです。これとまずナス型おもり、ナス型重りをつけます、はい、先ほどの仕掛けね。ルアーで使用するスプリットリング、これ00サイズってやつですね。00、この初めて見た。でオフセット型フックってやつですね。バス釣りとかでもよく使う、うんうん、それの一番ちっちゃいサイズですね、はいはい、まあ、3番もしくは4番って呼ばれるサイズ、うん、この3つを使って作ります。でまずはじめにですね、重りとスプリットリング、これからつけます。まあ、本来はまあプライヤー使えばいいんですけど、ちょっと今は爪でやります。まあ、セットしたら今こんな感じですね。これを針からやってしまうとリングが開かなくなるんで、この枠内でしか。大きくて。そうそうそう、だからまず重りからつけて、その後針をつける。はい、これで完成です。おお、そうそう、さっきのやつですね。でここにまあこうやってワームをセットして、で糸結ぶところはこのリングのところですね。このスプリットリングにこうやって結んで引っ張ってくるみたいなイメージですね。はい、これで。なるほど、OK です。あ、お金が取れるやつだよこれ。お金が取れる構造だったんだ。動画見てる人は良心的ですね。ですやっぱりビジネスフィッシングなんすね。すぐお金、お金すぐお金っていう言葉出しちゃダメですよこれ。はい、こんな感じでね、皆さんも試してみてください、はいはい、これすごいな。まっすぐまっすぐで、まっすぐ、はい、何ですかあれ。あつみさん、なんすかあれ。あれ、ベイトですね。あれを追って、大きい魚が絶対来てるはずなんで、ガーン来るやつですよ、これ。その GoPro に大物を映すことはできるんでしょうか。さあ、ハロッキ、真剣な眼差しでございます。さあ、真剣にやってるんでしょうか。顔芸です。そして金子さん、謎の遊びを始めています。なんか棒を持って歩いてますね。何やってんすか。変な人みたいな感じになってますけど。あ、ほんと穴の中にカニがおるんですよ。あ、穴を掘ってるっすね。そうそうそう、金子さん、カニの家を空き巣してましたね、今。それは塩招きの多分巣だと、うん、全部じゃあ塞ぐという作業をしていこうかなと。全部塞ぐという作業をしていく。していく。塞いでいく。塞いでいく。わあ、楽しそうですね。なんかもう退屈すぎて、なんかそんなことないですよ。そんな釣りがそんなに頻繁になったことないですよ。そんなになくて、町の釣り得意だったはず。違う、本当に、こういうのもあるんだなと思って、飽きたとかそういうわけではないです、なるほど。やっぱビールを目の前にしてる時と目の輝きがちょっとね、全然違うですね。大丈夫です、これが終わったらちゃんと飲めますから。行きますか。はい、もうちょいです、頑張りましょう。銀色のやつ。
なんで急に復活したんですか。分かりやすいですこの人。さっきの餌取りで変更して松釣りはどうですかって聞いたら、松釣り 大好きですよって言って、うん、あれ2分後です。2分後棒を持ってカニの家を壊すっていう。当たったの。破壊系 YouTuber になってましたね。匂いがついたゴムじゃないのこれ。レペゼンハローがなんか食べたそうに見てますね。レペゼンハローだったら食うだろう。かじるくらいならいいな。これパウイソメって、うん、いい匂いするんだよ、ね、ブルーベリーの匂いするんですよ、うん、あ、美味しい、ね、あ、本当だ、めっちゃいい匂いする。書かれてるんですよ、ここにもブルーベリーの香り。あ、本当だ。かじっちゃっていいですか。スルッと一発グミみたいな。食えそうだな、これな。食えそうだな。食えそう、これ食えそう。でもやっぱ噛めば噛むほど美味しいかも。あれだ、2人とも食ってますね。どうですか。当たりがありますね。当たりがある。すごいな、ダイレクトにこれ。ほら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 、これ大きくしゃった。かかった、乗った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 。ヒットヒット、おっしゃー。なんだなんだなんだ、小さいぞ。おお、五種だ。琴引き来た。五種、本日新しい魚。あ、ご主ゲット、おめでとうございます。よっしゃー、さすがっすね。小肌とか新子とか言われる魚です。あ、そうなんですか。はい、これね、ヒレの方ちょっと気をつけてくださいね。これトゲがあるんで、ヒレが痛いやつだよね、これ。ヒレ危ないよこれ。超危ない、超危ない、超危ない、尖ってる、本気で危ない。はい、ということでね、ハイサイのワンデーダービー、はい、結果発表でございます。よいしょ。はい、ということでね、数えてません。引き分けでいいじゃないですか。引き分けですね。引き分けでいいじゃないですか。釣りに勝ち負けとかないじゃないですか、そんなの。楽しんだもん勝ちなんですよ。はい、みんな主人公じゃないですか、釣りは。人数を勝ち負けとか。みんなで5種目釣ったんですよ。5種類釣ったんですよ。なのでこれね、もう全員勝ってんじゃないかなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。でもちょっと待ってください。猫だけは負けてますよ。ふざけんな。金子に関してはヤマトイとガタガタ釣ったし、ガタ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 各ポイントで10分ぐらいしか活動してない。あとで説教が始まります。はい、ということで、楽しかったですね。楽しかったですね。ヤマト、今日アートさん本当にありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。2ポイントでしたね。楽しいツアーでしたね。楽しかった。ということで、また会いましょう。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ハイサイ、なんとスマホからでもクリックした関連動画に飛べるようになったんだ。こっちをクリックするとパソン、なんと関連動画に飛ぶことができる。そしてこちらをクリックするとパン。チャンネル登録ができるようになるんだ。パン。